今日、はい、今日は妹さんの紹介で最初ね、待合室で座ることができないぐらい腰とね、はい、左足のしびれで文章を書くのも立ちながら書いてたぐらい痛かったんですけど、はいはい、それが針の治療をどれぐらいしましたっけね。でも週に3回ぐらいは最初ね、来てましたね、はい、で1ヶ月半ぐらいでね、そうですね、痛み取れてきて、はい、で痛みがない時は世界各地旅行行ったりしてて、はいはい、で一番身近で一番してたことは何でしたっけ。楽しみしてた方、ライブに行くことです。そうですね、ライブで飛び跳ねたりしてたんですよね、はいはい、それが今ではもう普通に、はい、ちょっと自粛期間でないですけど、はいはい、本当だったらもう全然できますね、はい、遠征してますね、はい、遠征してますね、はいはい、そういうふうにもう座れないぐらい腰の痛み、もう足の裏がビリビリってしびれて、そんな辛かった症状が立って飛び跳ねたりね、はい、できるようになりたい人とかも結構いると思うんで、はい、座りっぱなしの仕事とか、はい、上司の姿勢でそういう人がいるんで、そういう人にぜひおすすめですかね。あ、すごいおすすめです、はい、本当に24時間痛くない時がないぐらいずっと痛かったので、はい、どの姿勢をしても痛かったので、はいはい、もう本当にここに来てよかったと思ってます。あら、これ本当ですからね、やらせじゃないですからね本当ですね、はい、妹さんの紹介で来てくれた中森さんでした、はい、ありがとうございます。